河野はかつての剣豪たちが残した古文書を独学で読み解き、伝承を研究してきた。そしてその技の秘密を解き明かしながら独自の古武道の世界を生み出してきた。技を自分のものとするべく自己鍛錬に明け暮れてきた河野。その中で一般の武道には見られない体の動きを体得してきた。人間の能力を最大限に引き出すための技を探求する古武術の達人である。現代武道 その剣道とか柔道とかそういうのとは違う、まあ、昔 その武術の達人と言われる人たちが、まあ、実際やってきた、まあ、その世界、まあ、それでまあ及ばずながらでも、まあ、自分でやってみたいなと思って、まあ、私が、まあ、目指してるところといえば目指してるところですよね。すごく大変ですけど。かつて武士が命を懸けて戦っていた時代の体の動き、河野によればそれは現代武道に見られるものとは違うという。では武士たちを再現した動きとはどんなものなのだろうか。まあ、要するに現代武道とその、まあ、昔のというか日本の伝統的な武術、まあ、そうしてただろうという武術、その大きな違いはやっぱりこの足をこう踏ん張らないことですね。こう蹴ったりしない、はい。河野が長年研究を重ねた結果たどり着いたのは、体を動かすときにねじらない、ためない、踏ん張らないということ。現代武道やスポーツにおいてこれらは大きな力を発揮するためには必要不可欠。しかしかつての武士たちはこうした動きはしていなかったはずだと河野は言う。なぜかというと、例えばこれをこう切りますよね、はい、こう切ってくる、まあ、ペダさんちょっとこう切りますよね、はい、打ってくる。でこうやって逃げたらここは逃げられるけど、こう逃げようとして、ね、この辺が残るでしょ、はい、ボクシングはそれは関係ないけど、この辺打たれないから。そうですね、刀でこう切られたらここが残りますよね、上から来たら。それどう処理するんですか。それはまず導入として、例えばこういうものを持って相手が打ってくるときに、まあ、一応これでこうかわそう、こういう感じで、はい、というのは早く逃げると追ってきますから、はい、なるべく自分から飛び込んでここまで、ここを打ってこいよって、なるべく逃げないでこう向かっていくんですよ。つまり相手の元にこう入りながらふっとここに入る。つまりいくつものことを同時にやるんです。足を踏ん張らず動きをためないことで、体をねじることなく一瞬にして移動することができるという。では本気で竹刀を振り下ろした場合でもその動きは通用するのだろうか。お願いします。こちらです。どうぞ。チャイプ。ペタスが動き出すと同時に体全体を瞬時に移動させ見事竹刀をかわしている。驚くことに河野は動きながらペタスの手首に切りつけてさえいるのだ。しかもこれらの動作は竹刀が振り下ろされるわずかな時間の中で行われている。Okay, I think we've had enough for today.I think he made his point. Even with the real bamboo sword, I was not fast enough. ああ、本当早いですね。でも本来ならもうそこは行かないですよね。現実にはだから相手もそんな隙作らないですから。だからもうこれだったらもうそれでふっここに入ってくれよ。Well, as we clarified before, the best defense is an offense.さらに武士から学んだという動きを見せていただく。でこう構えます。構えるんですか。適当に このくらい適当にでいいんですか。それで私がこの状態からこう払いますから、はい、払われないに逃げてください。来たなと思ったらこう当てられないようにパッと、なるほど、パッと逃げる。だからこの辺から来ますから、はい、いいですか。そう、はい、はい、逃げられたりしてますよね、はい、それを
このこう手を寄せます、はい、今まあ一般に、まあそうですね、広くみんな普通こう持ちますよね。ですが、まあ、私の考えでは昔はこういうふうに持ってる方が多かった。寄せて持ってる方の現代武道では剣道であれ居合道であれ両手の間隔を空けて持つのが一般的である。しかし河野の研究によれば、かつての武士たちは両手の間隔を空けずに剣を持っていたことがうかがえるという。ではこの違いが剣さばきにどんな影響をもたらすのだろうか。これやるとこれ体全体で使うっていうことの意味が分かると思うんですけど、はい、こういう状態は ここからこう、これがこうきますよね。パッとでこうこの状態からパッとそういうふうにこう。I don't know if you guys noticed it, but I mean, I can't stop laughing because I can't get out of the speed compared to what he did before. When he was standing and just saying, well, we're just going to try the first one, and then he explained what he's going to do in the second time he did it, then he used the whole body and it became about twice as fast. And if you saw in the beginning, I was able to, you know, get out of there, but now he hits it every time. And I felt kind of confident before. こうやると動かしやすいんですよ。離すと、はい、動かしやすいと結局腕を使うでしょ。でこう寄せると動かしにくいんですよ、ね、なるほど。動かしにくいから、だから腕だけじゃなくて、腕だけだとあれだから、こういうところ全部が参加してくる。だから腕ではこのくらいしか動いてないけど、この状態からこう全部がパッとこういうふうに発する。ではどれほど動きのスピードに違いがあるか見比べてみよう。手の間隔を空けた持ち方だと、竹刀が動いてから相手の剣に届くまで 0.5 秒。ペタスは竹刀の初動を把握することができた。それに比べ手の間隔を閉じた持ち方だと、竹刀が動いてから相手の剣に届くまで 0.24 秒。ペタスには反応する時間がなかった。こう踏ん張ってこう行く動きっていうのは、あ、来るなっていうのを相手に情報を伝えちゃうんですよね、うん、例えば分かりやすい例で言えば、パンチやなんかをかわしたり受けたりするんでも、そのつもりになるから、まあ、打たれてもある程度大丈夫だったりする。でもそれが全然そういう予測してない時にドーンと食らったら、それほど強くなくてもずっと効きますよね、はい、その何かが始まる時に、あ、行くぞっていうのを相手に察知させないっていうことで、まあ、昔からすごく大事なことをされてるわけですよね。河野は自ら研究した古武道の動きを現代スポーツにも応用できると考えている。日本各地で講演会を開き、古武道の極意を伝えている。では実際にどのように応用できるのか、その例を見てみよう。ここは東京都内にある明治大学附属中野高等学校。ラグビーの強豪校としても知られ、体重100キロを超す屈強な選手たちが数多く在籍している。今回は古武道の動きをラグビーに応用してみる。どうですか皆さん、元気ありますか？It looks like these guys are ready to go for it. Well, anyway, I don't know much about rugby, and probably most of you guys out there don't know anything about rugby either. So let's see what a normal tackle or a normal defense looks like. ラグビーの最も基本的な動作の一つ、タックル。体重59キロ、60歳の河野はいかにして若い選手の突進をかわすのか。まあ、いろんな方向はあると思うんですけど、まあ、こう相手がこう来たなっていう時に潰しちゃう、下にね、で潰すっていうのがこのこういう風に、つまり普通こうしてやったらバッと来ていいよ、こうなっていいよ、どんどん来て、こうなるだけで落ちないと思う。でこれ手で押してるから、普通はそれを手がかりに逆に余計相手は来ちゃうわけ。こうなこう踏ん張るんじゃなくて、相手に出してこう
今どうしたの？いやなんか転んじゃったんですけど。転んじゃったよね。別にわざとじゃないよね、はい、ちょっと次誰か来いよ。はい、入れ替え入れ替え。はい、お願いします。はい、今本当に自信あったよね。はい、今結構本気で、はい、入ったんですけど、でダメ、はい、ダメでした。これはぜひ覚えたいですね、はい、まあ来るでしょ、相手が来た時に例えばこうやろうと思うとどうしてもこれを押し下げたくなるんだよね。押し下げて上に例えば体重をこうグッと乗せようとするとすごく簡単な力になっちゃう。とっても単純な力なんですよ。そういうふうにこう来た時もね、今言ったみたいにこれを下げるんではなくてただスッと伸ばすっていうような感じで、通常であればタックルは力と力のぶつかり合い、より大きな力で相手を潰そうとするのが普通だ。一方河野の動きを見てみると踏ん張って受け止めるのを避けていることがわかる。突進してくる相手の力を受け流しつつわずかな力で相手を潰してしまうのだ。これはまさに刀と刀の競り合いに例えられる。切り合いの極意は力のぶつかり合いではなくいかに相手のバランスを崩すかにあるからだ。小柄な河野は確かに選手たちを翻弄した。かつて武士たちが命がけで体得した体の動きは現代においてもなお侮りがたいポテンシャルを持っていることがうかがい知れる。あの古武術っていうのを初めて知って、いなして攻撃をかわすとか、こっちが思いっきり力かけてるのにそれをびくともしないその体の動きでとてもびっくりしました。監督にとってもこれは新鮮な驚きだったようだ。今まではボールを持ってまっすぐ相手に当たるという形が中心だったんですけれども、その自分の力の伝え方ですとか相手の力を利用することとか非常にあの今までにない視点が多くありまして非常に勉強になりました。通用するというレベルではなくても本当にあの非常にプラスになる部分が多いとあの痛感しました。 Where do you feel your ultimate goal is for you?分かりやすい表現で言えばその普通の状態でそのなんていうか鹿島のバカ力と言われるような自分の力はこれしかないとか思ってる暇もないような時にこうそういう特別な状態じゃなくてその出せるようになるっていうか、自分が普段かけてるその限界このくらいと見切ってるのをこうどう外していけるかっていうことはやっぱり一つあのこの稽古をしていく中での大事なところですよね。武術研究者河野義則。河野は古武術を通して独自の技を生み出してきた。体の使い方が心に及ぼす影響を探求し続けている。スポーツ選手や音楽家など河野の門を叩き体と精神を鍛える者も多い。このエネルギーをもらってその時に立ち取ると思われてこの表現でこれ解くとかかってきた相手を制する技から古典的なスタイルの手裏剣術まで河野は次々と技を繰り出していく。どうも、はじめまして。あ、どうもどうも、河野です。まだ、ありがとうございます。ありがとうございます。どうも、はじめまして。というか、実は私、前に一度、はい、あの先生が劇場にお芝居をご覧になった時に、はい、あの楽屋でちょっとお見かけしたことがあったんです。あ、そうなんですか、はい、まあ不思議なご縁ですよね、はい、本当に。
見当外れな努力やなんかが本当にますますできなくしてるんですよね、うん、その言葉がなんか今なんかすごく近く感じてるんですけど、もうセリフ言うの大嫌いなんですよ。セリフがいっぱいある台本でこれいかがですかって言ったら、もうその塊を見ただけで、あ、お断りしますって。そこをうまく言えちゃうと、その片桐さんの中のその感動的誠実さっていうのはなくなるんじゃないか。その死にそうな役とかやるときにやっぱりこっちも具合悪くなるっていうのは、俺どうしたらいいんだろうと思って。それはしょうがないですよね。しょうがない、うん、そっかつい最近ちょっとやっぱ、まあ、舞台をメインにやってるもんですから、どっちかっていうとこう暴れ回ってやってきたのがだんだんそううまくいかなくなってきて、うん、体のこと考えるようになってみたいな流れがある中で、武術とか昔の体の使い方みたいなことにどうしても流れが自分の中でいくので、これは一回ちょっとそういうことをちょっとちゃんと体験してみたいみたいな。私も最近はですね、はい、武術と演劇っていうのはすごい近い関係だなと思って。そうなんですか、うん、つまり演じきる部分っていうようなのが、はいはい、うん、ちょっとやってみましょうか。はい、なんだろう、はい、さっき、うちのことやってたんですけど、はい、こう私が、はい、片桐さんの方にこうなんかしますよね、うん、そう、うわ来ないでみたいな感じで手を払い落とす、ええ、はい、例えば、はい、うん、普通こうやっても押しても大体こう払われちゃうんですよ、うん、はいはい、つまり払う方が有利で、普通は払うとなかなかこういかないんですよね、はい、だ私もこうやろうとしたらダメなんですけど、はいはい、その後ろの方にただ座れていくと、え、ん、つまり片桐さんの後ろ1メーターぐらいのところにですね、はい、空間にこう割れ目ができるうんうん、ちょうど飛行機でなんかアクション映画でこう、うんうんうん、バズーカ砲でドア吹き飛ばすと、うんうん、中の人はみんな座れてくるじゃないですか、うんうんうん、そういうような感じで、うん、突然こうしたら私がその後ろに座れるんですよ、はいはい、こう、はい、うわっ、これ今わざとらしくやってると思ってるでしょ本当、まあ、いつ座れるかは私は分かんないわけです、先生が。だからこれは私も、うん、なんか急に変わるんですよ、この何かが。だからもう私はまさに座れてくっていうのを演じ切ると。普通は相手の手を払うことは難しい。しかし相手の向こう側に穴が開き、そこに吸い込まれることをイメージして演じると、河野曰く、本気で演じなければ技はかからない。だからそういうストーリーの中に自分が行って、あっとこう演じ切ると、結果として相手が飛んでくれるっていう。だから非常に武術と演劇は近い。もう本当に、はいはい、さっきのだって普通こうやるとなんか私が片桐さんを突き飛ばしてるように見えるけど、そうじゃなくて、こう来た時、あ、私が座れて申し訳ない、あなたを巻き込みたくないんだけどっていう気持ちであればあるほど技は効くんです。じゃあ逆にやってやろうとか言ったら、倒そうっていうよりは、だから倒そう、ちょっと危ない、どいてみたいな、はい、座ってください、はい、真から真底申し訳ないぐらいのつもりでやらないとダメなんです。本当に思ってらっしゃるんですか、うん、そういうふうに。いや、要するにやっつけようっていう気はなくて、はい、わー引かれてくっていう、私っていうイメージを持つ、ね、まあイメージっていうのも本当にそれはもうまさに今そのものの実感ぐらい。あと舞台で緊張しないみたいな、緊張しないのはこれが、はいはい、これはですね、はい、あれ僕とある、ちょっと立っていただきます、この辺、はい、そこで、はい、こうなるじゃないですか、ね、はい、どうしてもこうなりますよね、はいはいはい、うん、はい、この3本の指でこうハスのつぼみのようにこう、はい、でここへこむようにする、こういうふうに、はい、でこっちもハスのつぼみのような、それで薬指同士を絡めて、はいはいはい、こういうふうに、はい、で肩下げて、はい、それでグッとこうしてください。いいですか、はい、
そうするとですね、うん、どうですか。ちょっと待って、ちょっとこっちが気になって、ちょっと、ね、そうですね、さっきの怖さと比べると、はい、これが、はい、それもうそうですね、これ取って、はい、でちょっと 2,3 回飛んでください。残留効果を消すんですよ。そ、ええ、はいはい、そうするとどうですか。あ、まあ、あれ怖さの感じが違うです、はい、どうしてもこうした時に、はい、こうやってこうやるとこうぐーっとこの横隔膜がこう下がるんですね。それで人間こうびっくりする時ってキュンとこれ縮み上がるんです、はいはい、とこれ縮み上がらないようにしてるじゃないですか、はあ、怖いと思う条件をこうこれで止めてますから、条件の一つを、はい、縮み上がるって、はいはい、そうするとどうしても怖い感情が湧かないんです。それどうやって説明したらいい の、 あの確かにね、あの見え方は違うんですよ、ね、これ例えばね、はい、高いところが怖い人の場合は、はい、怖いです。でこういった時に怖いじゃないですか、はいはい、でこうやってこういうふうにしてやると、はい、もちろん見え方は変わらないんですけど、はい、なんか巨大な画面を見てるようなリアル感がなくなるんです。あのリアル感がなくなるって先生言ってくださったのが一番今近かったです、ええ、このなんかやっぱりリアル感っていうのは感情を伴うじゃないですか、はい、でそれがだから感情を止められてるというか、いやだからそこまでその普通の人っていうのも私も含めてなんですけど、体とそういう感情がリンクしてるっていうのはなかなかやっぱ想像しにくいというか、うん、分かりづらいものだという気がするんですね。私も最近になってそれがやっとちょっと少しずつ見えてきたので、今の話ちょっとあの分かるかもしれないぐらいにたどり着けるんですけど、いやもう確実にリンクしてますよ。そうですよね、うん、そう横隔膜のことって言ったらあれなんですけど、母親が死んだ時に、まあ、あのちょっと事故っていうかお風呂で溺れてたんですね。それを発見して、まあ、それからお葬式に至るまでの間っていうのがもう完全に息ができない状態っていうか、まあそれは単純にもうずっとってなってて、あため息がずっと出てるんで、あ、まあそれは母親亡くしたんだから、まあため息が出るんだろうなとか、息ができ苦しむのもしょうがないなと思ってたんですけど、それであるまあ整体の先生にいつも言ってる先生に、でも全然息ができないんですけど、できなかったんですみたいな話したら、それは横隔膜はブロックするっていうんですか、そうやっぱこう固まってしまう、やっぱそのショックな映像とかショックな事件が起きた時にやっぱり横隔膜が固まって体が動かなくなるみたいなことを知って、だから打撲みたいなもんですよ、はい、打撲のような精神的にガーンとくるっていうのはある種の打撲みたいなもんですから、はいはい、で それっていうのはそんなにそういう状態が自分の体に反映するっていうことが今までは全然分かって、それまで分かってなかったんですね、うん、なんていうのか、知らなかったというか、うん、そのあたりからなんかちょっと体ってなんだかすごいなみたいなことを思い始めて、あのだから今よく なんかまあ事件が起きたりした時に子供がこう心的外傷っていうか PTSD とか言うじゃないですか、はいはいはい、あれもなんかこの頃アメリカでも言われてるのは、その体の状況を変えてやるっていうか、はいはい、そうした方がずっとこう、はい、効率よくそういう状況から脱することができるみたいですね。それはすごく分かりやすいというか、まあ、これは古来からこの心身の急所と言われてて、はい、うん、心を沈めるところなんですね、はい、手のひらの、うんうんうん、でそれをこう絡めてこうやって肩を下げると、はい、このなんていうか、うん、全然この落ち着き方が違うんで、いや本当そう、だからやっぱり今現実にこううっとなるところからちょっとこう、はいはい、一段違うパニックになるところからちょっとこう引いて見てるっていうか、ちょっと引けるってことですよね、うん。